買っちゃった。では開封します。まあ今はね、遊戯をやってなくて、まあ主にコレクションなので、普段あんまり買わないんですが、まあ 20th Anniversary Pack ということで、まあ、懐かしいカードもね、いっぱい収録されてるということで、まあね、これは買うしかないでしょうということで、まあ欲しいカードね、こうやってちょっとメモりました。ブルーアイズのホワイトドラゴンのホラーとかね、この熱きデュエリストたちとかね、滅びの呪文はね、新カードなんですが、結構効果が面白くて、地元に帰った時にね、ちょっと試したい、友達に試したいっていうのと、この辺の再録もちょっと持ってないので、欲しいかなといったところですね。まあブルーアイズですよ、とりあえずは。まあ出ないでしょうけどね。ではね、ワンボックス目いきます。4枚しか入ってないんだよな、そういえば。はい、お、サイバードラゴン、いいね、これは使える、使える、懐かしいね。これね、ノーマルパラレルってやつですね。綺麗だなはい、じゃあテイカイユース、あ、ブレイカー、いいね、懐かしい、いいね。はい、お、エアーマン、ヒーロー系もね、ちょっと集めたいなとか思ってるんでね、うん、嬉しい嬉しい。2枚目、こい、お、セイントマジシャン、懐かしい、これから入ってのいいですよね。はい、お、終焉の使者、いいね、10年前めっちゃ使ってましたよ。うん、あ、王宮のオフレ、懐かしい、お、暗黒の召喚神、うん、いいね、お、懐かしいな、やっぱなんか楽しくなってきた。はい、お、エグゾディア、いいね、綺麗だね、ツルツルしてる。はい、あ、スキルドレイン、これもね、めっちゃ使ってたな、学生時代。うん、ハーピーの羽ぼうき、いいね。これもノーマルかな、でも綺麗、めちゃめちゃ。うん、4枚っていうのはね、やっぱちょっと悲しいけど、その分ね、やっぱり手が込んでるね。はい、高等儀式、あ、プリズマ、あ、メタルモールポット、あ、これも入ってんだ、超懐かしいじゃん。うん、あ、終焉、ブルーアイズ来い、ブルーアイズさんお願い。はい、なんかいい感じだよ、次元の叫び。はい、お、いいね。はい、はい、オーケーの眠る、はい、はい、はい、お、最高ショッカー、いいね。めちゃめちゃ懐かしい。これデッキに入れてましたよ。お、デビルフランケンね。うん、ゲームボーイでよく使ってました。はい、あ、グランモール、これ欲しかったカードなんでね、これめちゃめちゃ強いんだよね。はい、お、ウルトラ、お、これ結構古いカードだね。うん、なるほど、このカードなんだ、よしよし、なるほど。はい、次、はい、あ、オネスト、うん、はい、ガイザです。大きなオフレ、懐かしいね、懐かしい。お、エクゾディア、エクゾディアさん、いいね。腕とか足は入ってないんかな今回はい、メタモルポットさん、あ、メガフォース来た、綺麗、いいね。あ、ダンディライオン、これも欲しかった、これもね、強いんだよな、地元帰った時使おう。お、えっ、嘘でしょ、テンション上がりすぎて逆に低いわ今、まさか当たると思ってませんでした。え、しかもこんな序盤で、ちょっとこれはまあ喜びは置いといて、やばいやばい、ちょっと今、セントマジシャン、うん、アテンディライオン、いいね。お、キラメイク、これも欲しかったんだよな。うん、はい、モンスターゲート、あー、ガガキ号、このガガキ号のね、ストーリー動画いつか作りたいですよね、やばいやばいやばい。はい、エアーマンね、うん、モンスターゲート、ほい、あ、ブレイカー、いいね。次、お、ハーピーの羽吹雪、これもね、まあ欲しいリストには入れてなかったですけど、まあ欲しかったんで、これもね、地元に帰った時にね、使って友達を驚かせたいな。次のカード、はい、プリズマーね、はい、あ、これも結構いいよね。お、来た、メッドアイズダークネスメタルドラゴン、これも欲しかった、欲しかった、ありがとうありがとう。うん、レッドアイズ系のカード全部集めたいんでね。うん、お、パワーボール、欲しいクレットかな。うん、はい、これも結構使えますよね。おーおーおお、いいんじゃない、いいんじゃない、結構いいカード来てるよ。はい、あ、蘇る、あった、これ欲しかった、ありがとう。あ、デビルフランケン、あ、ミュズキね、友達が入れてたよく、あ、ミラーフォース、いいね、懐かしい懐かしい、いいねいいね、ほんと。はいはいはい、お、カオスソルジャー、火力の使者、いいじゃん、スーパーかな、これ。うん、これもめっちゃデッキに入れてましたよ。混沌が来てほしいけど、出ないかな。うん、はいはい、最後ショッカー、はい、次、スキルドレイン、今回ほんと使えるカード多くないね、使えるカード多いよね。はい、レッドアイズ、うん、2枚目、はい、あ、異次元の女戦士、これもね、友達が入れてたな、よくデッキに、戦士デッキに。はい、
あ、死者蘇生いいねー。これは何枚あってもいいしね。と、ワンボックス目はね、スーパーがこちらの3枚で、これスーパーだったんですよね。ちょっと最初気づかなかったんですけど、よく見たらスーパーでした。で、シークレットがこちらですね。うん。そしてウルトラがこの2枚。うん。これはいいね。うん。そして、これですよ。マジでもらっちゃっていいんですかよ。実はね、昨日の動画に、今回のパック買わないんですかって言われて、購入をね、決意したので、チミ翔太郎さん、本当にありがとうございます。じゃあ、2ボックス目。もうこれ以上、だって、欲しいカード。あ、黒魔術として欲しいね。うん。はい、開封してみます。まだまだ欲しいカードあるよ。ほい、サイバードラゴン、いいね。スキルドレイン。あ、蘇る2枚目。プリズマ、うん。はい、バックマン。どんどん。お、サイコショッカー。はい。はい。2枚目ね。はい。このカードがウルトラ来たってことは、残り1枠かな。ちょっときついかな。えずき、事件の酒ね。モールちゃん。うん。はい。ほい。はい。はい。沖のフレイ。エクゾディアスさん。はい。いきます。ほい。ネオソ。リズマ。ミラホ。お!スーパーかな?うん。いいね。これもいいね。ほい。はい。来るか?はい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 。はいはい。ほい。ダブルポット。来い!おー、エアーマン。ヒーロー系もね、僕一回ね、デッキ作ってみたいなと思ってるんですよね。現役の時はね、一回も作ったことなかったんでね。うん。はい。はい。ほい。お、ハーピーの羽巻き2枚目。結構被ってるけどね。いいじゃん、いいじゃん。はい。おめ、いいね、いいね。ほい。ほい。うん。なんかノーマルがノーマルじゃないみたいでね。ほんとすごく綺麗で。感動しております。私。お、はい、よし。おー。ほい。あー。こっちかー。まあね、これもうヒーロー作れって言ってるようなもんだね、僕に。混沌が来てないかな。いや、でもスーパー2枚出たか。きついか。はい。黒魔術。来ないかな?はい。ゆずき。異次元。射させ。ああ、終焉がもうこんな感じでバンバン出るってもうすごい時代だよね。ほんと。はい。お、レッドアイス。ほい。モスターゲート。お!来たー!おー、マジかー。マジで。来ました、月デュエリストたち。いいね。結構こう効果が面白くて、お互いの魔法トラップをね、制限したりとかするカードで、結構ね、デュエルで使うと熱くなりそうなんですよ。こういうカードすごい好きで、いや、ほんと嬉しい。やばいやばい。ちょっと待って、欲しいカードめっちゃ出てるじゃん。残り2パックかな。はい。ほい。ほい。お!こっちか。ありがとうございます。最後のパック。ノーマルかな。最後の1枚。はい。はい。2ボックス目は、スーパーがこちらの3枚。ハーピーがね、2枚目でしたね。うん。そして、シークレットがこちら。厚木デュエリストたち。嬉しい嬉しい。めっちゃ嬉しい。そして、ウルトラがこの2枚。これは2枚目ですね。はい。というわけでね、2ボックス開封して、スーパーレア以上はこんなわけになりましたね。もう欲しかったカードはね、ほとんど出たかな。あとね、滅びの呪文と混沌の黒魔術しか出なかったけど、あとはね、全部出ました。まさかね、そして、こちら。ブルーアイスが出るとは。なんかね、ほんとね、ツルツルしてるんですよ。表面。ほんとに。うわぁ、なんかね、薄くなる。何も見えなくなる。こんな感じもいいね。比べると、こんな感じかな。うん。いやー素晴らしいね。あ、こうなるとブルーアイスになる。いやーほんとにありがたい。なんか僕がもらって申し訳ないんですけど、ほんとに大切にします。いやーもうほんとに、あとはね、この辺のレッドアイズさんもね、ものすごく嬉しいし、今回は、大満足の結果となりました。あ、本当にこの辺のレアなカードもそうなんですけど、今回のパーク非常に懐かしいカードも豊富で、結構使えるカードも多いので、久々にデッキとか作ってみようかなとかね、思ってみました。でね、地元に帰った時はね、このカード使ってちょっとデュエルしてみたいと思います。というわけで、今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。あと今回挨拶するのね、忘れてました。今回は私、ギワチンがお送りしておりました。それでは、失礼いたします。